この辺でもう分からなくなってる人はいっぱいいますね。微分って言われて、うわー、微分、微分、微分みたいな。そうですね。あの細かく分けるって意味なんですけど、微分っていうのは、あれなんであの高校のなんか数学の先生とかってあんな教えの下手なんでしょうね。簡単ですよ、考え方。そう、考え方簡単なのに、細かく分ける。なんであんな難しく教えるんでしょうね。そうなんですよね。実世界と数学数式が結びついてるじゃないですか。だから、その 小さい子の生活に落とし込んでも説明できるんですけど、そうじゃないと、なんか数学が分かってないから説明できない。